フェンスオブディフェンスも今またやってますよね。やってますね。この間僕この間でもないんですけど、はい、TM ネットワークの後ろでフェンスオブディフェンス揃うっていうのを見ました。バックバンドですか、ね、バックバンドとして。で、もともとバックバンドからこう出てきて、はい、でね、その後ビーズが出て、アクセスが出てって言ったんだけどね、メジャーになったんですよ、メジャーになったんですよね。当時ね、めちゃくちゃ趣味の話ですね。そうなんですで、僕意外とその最後の思いだとか、あの頃がリアルなフェイスオブディフェンスが世代なんですね。もうメンバーだから、バレバレだったんで、遡ってフェイシアとか、ミッドナイトフラワーを知ってた世代も、ね、YMOよく知ってました。僕はね、そこまで行けなかったんですよね。そこまで行けなかったフェンス止まりでしたね。なるほどね。ファンはフェンスって呼ぶんですよね、はい、今日いたのが、そうですよね、山田渉さんと、はい、西村マットシさんと、マットシさん、北村健二さんがね、そうですね、今日はね、誰も分からない。北島でした、北島です、はい、あとあと、そのバラバラで、TM ネットワークのサポートするっていうのがちょっとたまんなかったんですよね。ね、北島健二さんが、93年の、解散ライブの時にね、あの時にギター弾いてて、はいはい、その後ね、宇都宮隆さんのね、宇都宮のやったりしたんですね。これ弾いててみんな面白い。これ今簡単な時間ですから、これ時間聞いてない時間ですから、ちょっと今趣味の話しようかな。キネナオとフォローして、はい、そうですね、キネナオとさん、あの辺と一緒にやってね、スピンオフって TM ネットワークスピンオフっていうのをやってました。でその時にね、小室さんがいなかった、いない、そうなんです。うちの打つと打つきねでやってるのの後ろがあの辺の人たちっていうのこの間ね、僕、なんかタワレコード行ったら TMN のなんか7年ぶりのニューアルバムで、ね、売ってましたね。30周年、あれ買いましたね、僕買いました、さすがに買いました。やっぱりそうなんですけど、昔のね、バックナンバーも全部、はい、リマスターされて出てたりして、ね、昔の曲に頼りながら、ね、そうですね、キャロルもなんかボックスの中でね、やっぱり買っちゃう。おっさんの話なんですけどね、いいですかね、置いていかれていいですかね、今飲んでくださいね、今の時間でね、ドリンク伸ばしてくださいね、そう、まあ、時間まだ長い、あれもういいのかな、そんな時間もあると思うんですけど、完全に相手が来るまで雑談しようかなと思って、僕の同じ世代でフェンスオブディフェンス好きな人いなかったんで、はい、やっぱり、ね、こうやって聞いて、当時どうだったのかなっていうのを、でも良かったですね、あのフェンスとのコピーバンドでこう、共通の話があって、こう引っ張れてね、引っ張れてね、良かったですよね、これね、まさかね、感じがでもできるからね、ペースの位置もちょっと松尾さんみたいな感じですよね、ちょっとあの位置も、位置がね、ちょっと低めというか、低めね、ちょっと肘を張るんですよね、そうね、今日僕弾いてたフェンダーのプレシジョンベースってやつなんで、はいはい、あれ誰弾いてましたね、あ、そういう時期もあったんですか、ありましたね。ヤマハじゃなくて、ヤマハじゃなくてね、スタインバーガーみたいなヘッドない時期もありましたからね、こうなんかちょっとここだけ尖ってるようなね、僕それ持ってます、持ってますか、いやたまんないですね、やっぱね、これちょっと今日僕はこの後飲み会参加できないんで、今飲み会ってことで、そのままね、スタイリッシュだったんですよね、その当時のね、すっごいジャケット着て、そうそうそうね、ね、だんだんこうラフになってきて、ね、最後の T シャツ1枚でね、髭の時期もありましたからね、ありましたね、ありましたね、この頃が最後の思い残る、まあでも、ファッションによっては世相のないバンドですよね。